何でも乗るじゃん。まあある日はってとこかな。ジャンル本当関係ないね。何でも。他のお店はそれないでしょ。ダブルベースのクルーとしてライディングしてて、プラススタッフとして働いてます。東京で大人になったらスーツ着てサラリーマンになって、でもやっぱりそれが僕らは嫌で、まあ親はあんまりよく思ってないと思います、まあ、これやり始めてから結構、まあ、夜家に帰んなかったりとか、あとは見た目とかもやっぱり変わってくる。登んないけど降りれなくない？ダブルベースは渋谷にあるお店っていうよりはなんかたまり場というかいろんな人が来てつながれる場所って考えてやってきた店だから。乗り方が多いね。マルコさんはボールうまいっすけどね。いや全然でしょ。めっちゃ流すだけみたいなのばっかり最近。行こっか。行こう。じゃあ行こう。日本のセクションは狭い、ちっちゃい。その分使うのはすごく難しい。海外は全部開放的で、なんか人が飛び出してきたり、車が違う動きしたり、もう感覚が開いてくっていうか。トラブルは結構もう日常茶飯事というか、多い環境にいると思います。ここ走っちゃダメな道だよね。いつもみんなが乗ってる場所で乗ってたんですけど、サラリーマンみたいな人たちがたくさん来たんですよ。いきなり手ガッと押さえられて、警察だって言われて、そのまま捕まりました。新宿は日本でも随一の夜の街。夜の方が、まあ、街が楽しいっていうか、飛んだり、だから自由だから。自由だ。ダブルベースの友達がやっぱり今一番大切な友達です。チャリ乗るんですよね。そうだね。どこ来ても。楽しみだね。いやもうダウンヒルをやりたいです俺は。そうだね。ノーブレーキでどこまで吹っ飛ばずに。海外の違い、俺らの中ではジャンルによってさ、ピストでも BMX でも勝ちねないって思ってるけど、ダブルベースいたらいろんな人来るっすからね。自転車がないとこう、なんだろう、なんか考えられないっすね、やっぱり、うん、ないとやばいかもしれないっすね。うん、あれしかないっすね。